ゴタケオは中国系アメリカ人物理学者。専門は放射線物理学で弱い相互作用におけるパリティの非保存を初めて実験的に確認した業績で知られる。第二次世界大戦中はマンハッタイ計画に参加してウラン原料の濃縮手法の研究を行った。多くの科学者から物理学界のファーストレディ、中国のキュリー夫人。 ウーフ人などのニックネームで呼ばれた。祖籍はチャンス賞体操し小竹雄の父、呉中末は男女平等主義の支持者で名徳女子職業補修学校を設立した人物であった。竹雄は小学校教育をこの学校で受け、11歳で上海を離れて蘇州第二女子普通学校に進学した。母は反復家。1929年。 クレは国立中央大学への入学を許可された。当時の国の規定では普通学校の生徒が大学に入学するには教職を1年間務める必要があったため、1929年に彼女は思想家の古敵が設立した上海の中国工学の教員として赴任した。1930年から1934年まで彼女は 国立中央大学の物理学科で学んだ。学部卒業後の2年間、彼女は同大学の女性研究者、生前賄進とともに研究を行った。1936年、クレは体操出身の科学者だった友人の東和オ薫と共に渡米した。後はカリフォルニア大学バークレー校で研究を行い、1940年に博士号を取得した。2年後、 彼女は同じ物理学者の縁やと結婚した。二人の間には息子の縁抜き症が生まれ、やはり物理学者となっている。後に一家はアメリカ東海岸に移り、クレはスミスカレッジやプリンストン大学、コロンビア大学で教鞭を取った。コロンビアでは当初上級研究員としてマンハッタイ計画に参加した。 彼女は1956年、同僚のり正道が、ヨーブリアス氏と共に構築していたパリティに関する法則を、ベータ崩壊の観測によって検証できる方法折に提案し、彼の研究を個人的に助けた。この実験は実際に成功した。彼女のこの貢献は、リたちの理論の確立にとって非常に有益だったと考える者も,もいるが、この研究によってリとヨーが受賞した。 ノーベル物理学賞で5は受賞の対象とならなかった。この事実はノーベル賞選考委員会の性差別主義によるものとして広く非難された。クレの著書 β ータ DK は現在でも原子核物理学の標準的な参考書となっている。彼女は後に、かまじょ血球症の原因となるヘモグロビンの変形の際の分子変化の研究などへと研究分野を広げていった。5は、 様々な場面で女性研究者としての先例を作る立場となった。以下に例を挙げる。1997年に語が没すると、コロンビア大学は彼女にプーピン物理学名誉教授職を授与した。明徳初級中学1973年からは中華人民共和国をたびたび訪問して、週オンライ会見したこともある。 1986年、南京大学より名誉博士号を授与された。1990年、中国科学院は彼女を記念して、2752番小惑星を、宇シュユングと命名した。1995年には4人の中国人、ノーベル賞受賞者であるリマサミチ、李ヨーブリ、ヤ安シ、サミュエルティン、李テツが、意欲的な若い研究者に、 奨学金を与える目的で台湾に五竹雄学術基金会を設立した。五は上記の財団設立の2年後の1997年、アメリカのニューヨーク州マンハッタンで脳梗塞により84歳で没した。彼女の遺体は出身校である明徳女子学校の後継校である明徳初級中学に埋葬された。2003年2月に没した夫の縁やも、 本人の希望によって、彼女の隣に埋葬された。彼女の墓石には、クレの墓姫が、リ・マサミチと、ヨウブリ、ヤスシの、また、縁の墓姫が、サミュエル・ティンと、リ・エンテツの書によって刻まれている。2002年6月1日には、クレの銅像が、明徳初級中学に建てられた。小竹尾の、剣は、彼女の兄弟と同じ世代名であり、 女性名として区別して付けられる字ではない。さらに、武雄の優は英雄、または征服者を意味する漢字であるため、中国人がこの名前を聞くとまず男性であると思うものが多いと言われる。ありがとうございます。